はい、お疲れ様です。今日は規則正しい生活をしている人は絶対成功できないか、なんかっていう感じですけど、これ案外、いろんな経営者とか見てきて、本当にね、一番思うのは、なんか真面目にね、一生懸命働くだけが成功じゃないんじゃないかなってやっぱ思うんで、ちょっとね、この話をしておこうかなと思うんですけど、今ね、いろんなことで悩んでうまくいかないって思ってる人、ちょっとこれ見てもらうと考え方も変わるのかなと思いますんで、ぜひね、見てください。でコメントね、説明欄、これ目次がありますんで、コメント説明欄に目次で、そこでピッて押すとなんか飛べるみたいなんで、その何分のところにね、使ってください。でチャンネル登録といいね、ぜひ。でなんかいいね押すとね、またこれ見れるらしいですよ。いいね押したリストみたいなのが出るらしいんで、ぜひいいねと、でチャンネル登録もぜひお願いします。はい、じゃあ目次か。成功ってそもそも何って、だって成功って、今日私の話す話の成功と、いろんな成功があるんで、その辺の話をちょっと最初にして、本題ですね。規則正しい生活をしているのに成功できない人、よくいるわって思うと思うね、共感するところもあれば、なんでって思うところもあると思うんですけど、その辺ちょっと説明と、あと80対20の法則って、結構皆さん聞いたことあると思うんですけど、その辺の法則に当てはめてじゃないですけど、その失敗と成功の法則みたいなのをちょっと説明していこうかなと思います。じゃあよろしくお願いします。本題いきますね。成功ってそもそも何、自分が本当になりたい自分ってどんなの、お金、家族、時間、友達、ただ人からいい風に見られたいと思っていませんか、本当はそんなことどうでもいいと思っていませんか、自分が決めればそれが成功。一気にちょっと読んじゃって上から行けばよかったんですけど、なんか、パッと言うと成功って何って言ったら、お金だとか時間、家族、友達、周りの評価みたいなところってあると思うんですけど、なんちゅうかな、本当にそれって自分が願ってることって、なんか本当になんかそれが目標なのかなって思う人って結構なんか俺は見るんだわ。なんかこうなりたいとか、本当にお前なりたいと思ってんのみたいな人、なりたいんだったら別に明日なれるじゃんみたいなやつって結構いると思うんですけど、なんか3番4番、ただ人からいい風に見られたいと思ってませんかとか、本当はそんなことどうでもいいと思ってないって、本当にその通りでさ、なんか人からこういう風に見られたいと思っていませんかって、だから人からの評価とか、なんか目標を言うことがかっこいいみたいな感じで言ってるやつって結構いると思うんだけどね。だけど本当にお前になりたいんだったら、別にそんなこと明日から一生懸命やったらすぐできるでしょ、今日から一生懸命やったらすぐできるでしょって思うし、あとは本当そんなことはどうでもいいと思ってないって、そんなね、例えば本当に真面目な人で周りの人と一緒に決めて、みんなこうやって言ってるから私もこうやって決めたとかさ、本当はなんかそんなもんじゃなくって、目標ってさ、例えばよくあるのは、もっと早く帰れるようになりたいだとか、もっとね仕事ができるようになりたいだとか、俺そういうのがなんか成功なんじゃないのって、だって俺も YouTube って、もう一番最後のゴールっていうのはね、会社をこういうところに持っていきたいっていうのが、もちろんゴールっていうのはあるんですけど、だからその中でやっぱ自分が毎日日々やってることって毎日変わってくるからさ、なんちゅうかな、なんか俺はその今3ヶ月、年内にチャンネル登録者5万人っていうのに今すごいねコミットっていうの、かっこいいこと言っちゃったね、コミットしてんだけど、でより具体性を出してることで、俺は今日何やればいいかっていうのははっきりしてるの。だって1日300人だったかな、1日チャンネル登録者を300人ずつ増やせればいけると。そうすると朝6時の動画だけでは難しいから、夜何本は最低撮らなあかんなとか、だいたいイメージがついてんだけど、でもそれももやんとしてるもんで、俺はもう本当に今日のこと考えて今生きてるから、今日はじゃあ動画絶対2本撮ろうって今決めて、
動いてるんですけど、それって自分が決めた、その自分が決めた成功だから俺はそこにすっごいエネルギーが出るんだわ。だけどみんなってなんか人のなんか目標とかになんかただ乗っかっちゃってるだけの時もあるし、ね、うちの従業員でもやっぱり俺についてって、うん、この人とこういうふうにしていきたい、本当にしていきたいって思ってる人ってやっぱ伸びていくと思うんだよね。ただなんとなく、あ、そう言わないとこのなんか群れにいられないんじゃないかなって思ってる人っていると思うんだよ。まあ確かにね、会社員って恐怖かもしれないけど、ね、そういうことを表現出したら辞めさせられるんじゃないかっていう。ただ、うん、だけど、うん、まあ成功したくないならいいんだけど、別に。なんか自分が成し遂げたいと思うんだったら、やっぱりはっきり自分を表現したり、ぶつけてみたりすることって大事なんじゃないかなって思うんで、そのぶつけたことで初めて相手が、それに対してはっきり答えてくれるときってあるじゃん。まあちょっとあんまりね、このページ長くなるとかあるので、あれですけど。はい、じゃあ次のページ行ってみましょうか。規則正しい生活しているのに成功できない人。毎日模範的な生活を送ることが大切と思っている人。何でもかんでもいい人になろうとする人。人からの評価を気にしすぎる人。失敗するのが嫌。自分の中の不満を隠している人。何かあると普通を持ち出す人。まあなんかいろんなこと書いて、ちょっとバラバラですけど、うん、まあさっきのね、もう言いましたけど、その成功って何、あ、目標、成功か、うん、で、まあ俺さっきはより具体性、より目標って言ったんですけど、うん、なんかまあ大きい成功だなんだっていうのはさ、俺もまあ大きく成功したわけじゃないから、なんかアドバイスしてあげられないけど、一つ一つね、自分のまあ目標クリアしたことでね、まあそれなりにはまあね、人から評価されてもいいんじゃないかなみたいなとこぐらいまではさ、まあ会社もなった。もちろんね、全然目標10年でここまで行くぞっていうのはクリアできてないし、もちろん14年経営者やってるからね。だからなかなかですけど、ただまあ本当にさ、まあこういう人たちよりは俺はいけたなっていうのは、俺は本当にまあよくこのね、動画でもバカとかアホとか言うけど、中卒だし、ね、よくいるじゃん、経営者でも10年後に10年後の目標を立てて行動するみたいな。俺どっちかっていうとそういうタイプじゃないんですよ。なんかある程度近い目標があればあるほど力が発揮できるっていうかさ、目の前にフラッグがあったらブワー走れるんだけど、なんか10年後だと本当になんかジョギング程度になっちゃうみたいな。うん、で、ね、まあ俺はまあそのようなことを、まあ今自分のそのいいところ悪いところっていうのがだんだん分かってきたから、この年になって、まあ俺の言ってあげられるアドバイスってこうだろうなと思ってるんですけど、まあまずなんかさ、真面目な人ってさ、本当に毎日模範的な生活を送ることがね、いい人になる、いい人に努力する、何でもかんでもいい人になろうとするとかね、人から評価を気にすぎるとかもそうでしょ。でそれがなんか何かその突然人生が変わると思ってる人って結構多いよなって俺はすごい感じるんですよ。うん、で俺はいろんな人とね、お酒飲んだりいろんな人と話したりする機会もやっぱ多いんですけど、だったらもう会社辞めたらみたいなこと平気で言っちゃうんですけど、だって嫌だったら辞めりゃいいじゃんって俺は思ってるし、うん、でもなんか成功ってお金だけじゃなくてね、まあ俺はもっとこういうことしたいんですって言えばさ、それが成功でしょ？だったら明日やれるじゃん別にって。明日辞めたら別にできないって。でそう、今日会社なんか辞めないですよって言ったら、そんな休みの日に面接行けばいいじゃんって思うし。だからそういう人、俺はこういうなんか規則正しい生活、まあもちろんその、規則正しいって言ってもそのアホみたいなことはいかんけど、俺はどっちかっていうと、ね、朝もきちっと来て、どっちかというと規則正しいタイプなんですけど、ただなんかそれに言い訳しちゃう自分もいる時もあった。なんか先もなんかちょっと目標がよく分かんなくなってきて、ただまあ会社がどんどんね、店舗も出して大きくなってった時に、じゃあ次の目標っていうのが見えなくなってきて、まあ、毎日きちっと会社に来てチェックして、社長としてのね、やるべきことはちゃんと書類もチェックしてとか、そういう時期がすっごいあって、だから会社ってそんなにうまくいってなかったかもしれないし、うまくいってなかったって回ってる、ちゃんと回ってるし、いい方向には動いてるけど、この、なんちゅうかな、失敗するのが嫌な人って、だって結局なんかゴールがないから走れないし、走ったらやっぱ転ぶ可能性高いじゃん。
だからそうなれない人っていうのは、自分がちゃんとした生活、ちゃんとしたことをしてることで何か神様がいつかプレゼントくれるんかなって思ってる人たち、まあ俺はそうじゃないって本当今すごく思うから、今なんか俺なんかもう携帯もつなげてないんですよ。もう本当にまあ知り合いのね、たまに見てくれるってあれですけど、その電話はもう 100% 直留になるんですよ。それ何言ったらもう、そのいつもこうやって動画、今動画なんか始める前からそれやってたから、もう集中したいことがあるから、その無駄なことの時間使いたくないし、大切な用事だったらね、俺の時間奪わないでほしいし、そのメッセージとかメールとか LINE でいくらでも送れるじゃん。だからそれに返信しては仕事なんかこと足りるし、で大切な会ってやる用事だよ。俺はそのお酒とか会って話すこともすごい大切にしてるから、まあ従業員とも結構飲むし、それはまた別の用事だから俺の中で。だけど今日あれどうしたらいいですかね、赤か白どっちがいいですかね、見積もりは今日提出しますかとかね、その営業とかいろんな連絡が来ることなんか別に業務連絡じゃん。業務連絡みたいな、別に電話することないでしょって。でお客さん周り、先輩、仕事のねお世話になってる方たちでも、まあそうそう、何回言っても電話してきて留守電入れてくれる人もおるんだけど、まあそういう人にはまあもう電話もしないかな俺、まあ最近本当に。でまあ本当に失敗するのが嫌な人って言うけど、俺も失敗してもいいって自分で思ってるから、そのゴールが手に入れば、で人に嫌われてもいいや、この人に嫌われてもいいやっていう思いで行動してるから、別にごますりみたいにね、定期的に先輩に連絡してどうですか最近とかも別に言うこともないし、ただ俺は喋りたい人には電話入れるし、先輩飲みに行きましょうよって言って飲みに連れてまったり、まあね、お金とかじゃなくてね、まあ連れてまっていろんな悩みぶつけたりっていう人はまあいっぱいいるけど、ただじゃあベタベタしてるとかじゃなくって、もうその本当にこの人にこの人悩みぶつけたらこれ解決してくれるかなっていう時は持ってったり、あとはただこの人と一緒にいると楽しくてね、自分の今嫌な気持ちが回復できるっていうかさ、そういう時にはじゃあこの人とね、先輩ちょっと飲みに行きましょうよとかさ、まあそういうのはあるかな。だから、なんか、いい人になりさえすれば成功できるなんていうのは違う。なんか今日変わんなかったらもう絶対明日変わんないと思うのは、なんかこの動画見てて、まあ、いつか俺はって思ってる人って、本当にそれ難しいよね。今日変われるもんね。だって会社なんか今日辞めれるし、まあ、会社辞めるって言ってんじゃない、いろんな成功あるからね。時間をもし取ろうと思ったら、時間なんか取れるでしょ。うちの社員にもよく言うんですけど、別にね、そのなんか付き合い残業を辞めるだとか、で休みを増やさせてくださいっていうことは、まあうちは本当に全然可能なんで、職人でもそうだね、休み増やしたいっていや全然増やせるような環境下にあるからさ、会社は全然いいようだし、だから、なんか自分が本当に手に入れたいものっていうのを真剣に考えて、じゃあそれ今日手に入らなかったらじゃあいつ手に入るんだって、明日明後日って、いやできるだけやっぱり近い距離で手に入れなきゃよね。そうしないともう一生変わんないもん本当に。まああんまりこのページばっかり長くなっちゃうとまたあれですけど、じゃあ次のページ行ってみましょうか。80対20の法則、20% の人が 80% の富を所有している、 20% の仕事の結果の 80% を生み出している、 20% の仕事が結果の 80% を生み出している、 20% の顧客が 80% の利益を生んでいる。これね、80対20の法則って多分本もいっぱい出てると思うんだけど、これね、まあ俺も絶対調べたわけじゃないし、まあちょっとうちはこれ違うかなって、一般のね、塗装だから、どっちかというと平均単価も結構似たり寄ったりだし、まあ法人さんからも仕事もらうから、それだけとは限らないんですけど、だからまあ、わかんない。まあでもこれ、80対20っていうのが、まあ30対70でも俺、まあ10対90でも何でもいいと思うのは、でもその、なんか考え方として俺はまあこの本読んで、あ、すごい感銘受けたんですけど、これもだって本当は分かんないよ。日本の人口の 20% か 80% の富を持っているか、まあで国によっても違うと思うしね。だからそれは分かんないんですけど、でもそれって一理あると思うんですけど、まあさっきも言ったけど、俺はもう電話出ないだとか何っていうのは、その、もうこの、ね、20% の仕事の結果が 80%、これは30か70か分かんないんですけど、その、なんつうかな、
俺はそのもう極限まで無駄なもんを省こうってやっぱ思ってんの。極限まで無駄なことを省いた結果、こんだけ社員がおっても社員と飲む回数も増やせれるし、自分のプライベートも作れるし、うん、また新しい YouTube っていうこともね、まだだって一定まだ1年ぐらいだね、 YouTube やり始めて本格的にやったのがまだ半年でしょ。こんな本当にガチガチにやり始めたの半年ぐらいだと思うんですけど、それってじゃあ何って言ったら、俺はもう本当に無駄なもんもまず本当に極限まで減らすんですよ。電話も出ないだし、なんかもうそれこそなんか Amazon でなんか買ったら1秒でも縮むんだったら SD カードとかもなんかむっちゃ早い SD カード使ってるし、あとはもう究極や SD カード抜くのも嫌だから、まあ今マネージャーって、まあ、秘書みたいな立場の子もおるんですけど、でカメラマンも雇ったよね。まあちょっと今辞めたりいろんなことがあってあれですけど、だけどそれってまあ究極カメラマンがおらんくても職人さんにさ、現場行ったらちょっと撮ってって言ってね、撮るのなんか知れてるから撮れるけど、ただそのね、もうじゃあ管理をやってくれとか、もう俺はだってその人に変われることをもうその12年間全部変わって、その 20% の仕事に集中してもそれが100になったらまだまだここまた20って削っても削ってももうどんどんとんがってくるわけよ先が。まだ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 だって俺は無駄なこといっぱいやってると思うんだわ。だからみんなさっきのページも言ったように、なんかいい人なんかやる人、あれもこれもやる人って営業マンでもあんまり俺成功してないと思うの。だけどわがままじゃないけど、うん、そのお客様にも申し訳ないです、僕本当にね、もうちょっとこれはいけないんですよって、こうこうこういう、でもちゃんと電話でって、でそっちの方がきめ細やかなサービスできる可能性もあるじゃん。電話でやることで、さらにメールでやることで、俺はだって俺さっきもね電話出ないって言ったけど、メールだとか音声で送るんですけど、一日本当に十何本送るんかな音声なんか。だけど音声とかメールでやることで、今までもうほったらかしになっとった連絡とかもちゃんと送れるし、だから電話かかってきたものも出なくなったことで、細かいことを入れてあげられるっていうか、送ってあげられる、連絡してあげられる。だけど俺なんか今でも YouTube これ編集さんと打ち合わせやるんだよ。だけどもちろん電話で喋る時間でやっぱ無駄な会話も増えるから、まあ、しないようにしてんだけど、音声で入れて、まあ、向こうからも、まあ、テキストないし音声でもらうように。で俺はまあ社員なんかは特に音声で送ってくれって、テキストなんか読んどれんわって、あの移動中に聞きたいからって。で俺はまあ移動中ね、カメラマンにも運転してもらうっていうのは横でその仕事もできるじゃん。だからそうやってわがままになっていかないと成功なんかもう絶対無理だと思う。わかんない、よっぽど天才だよ。俺はまあその俺の考えだよねこれ。だから、うん、他の人は違うかもしれない。だけど今うまくいってない、悩んでるっていう人は、俺は一つそれがあるんじゃないかなって。だからいい加減なことを結構やるよ、うん、だから、うん、結婚する前も一人暮らしの時もあの掃除屋取ってたの。でもあの掃除屋取ってるって言うと金持ちだからできるんでしょって言うけど、1日5000円ぐらいよ、2時間ぐらいってむっちゃ綺麗になるよ、うん、で週1回か2回入ってもらうだけでさ、うん、だってその代わり俺金使わないもん。自分に対してブランド物とかも買わないし、別に、うん、贅沢もしないし、派手なとこで酒も飲まないし、うん、ねえ、だからそういうものには俺はお金を使う、時間が手に入るものに対してはね。だから、うん、なんかまあ時間を手に入れろっていうだけじゃなくてね、時間が手に入れたいって思う人とかね、お金手に入れたい、友達を手に入れたいって、その目標に対して考えていかなあかんけど、でも目標に対して本当に考えたら、このね、無駄なものはもう絶対的に省かんと絶対成功できない。毎日朝から晩までね、やらんでもいいことやってて、で帰ってからやろう、でも今日も家帰ったら洗濯物してあれやって、絶対にやれないもん。 YouTube やってみたいなって言ってもそうじゃん、うん、で11時12時からやる、やれるわけないじゃん、続かないじゃん。だけど今あのあるものをやっぱ意地でも無理やりにでもやっぱ削ってあげて、それによって摩擦が絶対起きるから、うん、でも摩擦起きても俺はやるべき。だって俺はもういつも摩擦起きるよ、従業員と社員と。で今最近で言うとね、事務職さんもすごい成長してきてるから、あの銀行一つよもう会うのも俺は会わないよって、うん、事務職さん会ってって、ってなんで社長会わないんですか、無理っすよって。だけど最後の最後までは全部打ち合わせしてくれって、うん、で A か B でプランで持ってきてくれってやってんだけど、でも大企業ってそれは当たり前にあるわけじゃん。
中小企業で俺一人から始めたらそれないわけだけど、大企業って印鑑一つで動いていくとかいろんなことがあるじゃん。でそれっていい面も悪い面も もちろんあるから今日はそういう話じゃないんだけど、だけど今までの当たり前だったことをやっぱ当たり前じゃなくしないと絶対に人生なんか変わんないしと思うけどな俺は、うん、だから、うん、ただ今までの当たり前だから俺はそんなことできないって言ってる人も多いしね。でアンチコメントもそうだと思う。あの自分が変わることへのただの恐怖っていうかさ、うん、まああんまり長なってもいかんのであれですけど、あの絶対に成功できるとは言い切らないけど、うん、な3ヶ月ちっちゃい1ヶ月後1週間後、うん、でね、まあ言ったかな、最初に言ったか言ってないかちょっと覚えてないんですけど、あの一郎の話がさ、すごい先の目標を立てすぎるとみんながね、1年後も目標が高い一郎だってね、世界ので、1週間後1日明日の目標すら高いと、うん、でも今日の目標が低すぎるってあの一郎が言ってんだから、うん、だから本当に今日変われること変える、うん、絶対に成功できると思います僕は、まあ、その分かんないよ、そのね、その生まれ変わりたいとかもそれは無理だけど、そのちっちゃな目標でももうね、いきなりじゃあ営業成績が1000万の人が3000万の目標を立てられなかったってもかなわない、それは無理だわと思うんですけど、1000万を1100万にしたい、200万にしたい、うん、こんなことを俺はしてやってやる、今日やってやる、だけどね、それが1週間かかったかもしれない、1ヶ月かかったかもしれないけど、まあそんでいいと思うしね、俺もそうだしね、もちろん10年後に会社やった時に10年後もっともっと高いところに目標あって、まあ、全然ダメだけど、ただでもゴールっていうところにはまだ諦めずにぐーっと動いてるけどね、30年の大きな目標を立ててるけど、うん、だからね、うん、まあ頑張ってください。あ、そうそう、最後にチャンネル登録者と、あ、チャンネル登録といいねね、ぜひしてください。これからちょっといい話またちょっと増やしていこうと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。また見てね。